はい、よろしくお願いします。お名前は？花井と申します。花井さん、はい。悩みは現在の今日ショットが結構不安定で、特にティーショットが曲がってしまうので、はい、それなんですね。どっちに曲がるんですか？両方出ますね。右に結構多いのは右にバーンって抜けて、はいはい、ちょっとじゃあ打ってみてください。ちょっとティーアップしてもらっていいですかね。でも両方曲がるっていうと結構困りますよね。そうですね、うん。いや、パワフルだわ。ナイス。何も問題ないんじゃないの？たまたまですね。いやいや、でもね、そのね、先ほども僕言ったように、右に行くのか左に行くのか分からないでゴルフやってるんですよね。多分そうですよね。だから右に曲がったって思う時もあれば、左に曲がったって思う時もあるんですよ。でも打つ前に曲げ落としてないんですよね、簡単に言えば。だからもっと打つ前に曲げ落としたら、初めて右に曲げ落としてるのに右に曲げられねえやとか、左曲げ落としてるのに曲げられないやっていう悩みになるんですよ。だからまっすぐをベースにゴルフ考えてるから、曲がったっていうリアクションになっちゃうんですね、うん。だからどっちかに必ず打つ前に決め打ちした方がいいんですよ。でスイング別に悪くないんですよ。ただ球が決めてない、イメージが湧いてないから曲がっちゃうんですよ、うん。わかります？ちょっとスライス打ってみてもらっていいですか？ね、ほらスライス打ったのがフックになっちゃうでしょ。でこれは最悪なんですよ。わかります？じゃあこうフック打ってもらっていいですか？ね、で今フックとスライス両方意識的に打った時に、フックは意識的に打てたじゃないですか。だからコース行ったらフックは意識的に打てるんだから、フック打とうと思ってプレーしなきゃいけないんですよ。それをまっすぐって考えるから、握ったり開いたりになるんですよ。ただ強いて言えば、じゃあ結構球飛ぶから、まあフックだと攻められないホールとかも出てきますよね。その時のためにちょっとフェードを覚えておけばいいんですよ、うん。ちょっとじゃあ構えてもらっていいですか？でちょっともう強制的にスライスにしちゃいますね。はい、ですか。で構え方がドローなんで、構え方をまずフェードにします。ちょっと右手が若干こう上になりますよね。でボールもちょっとだけ左置いてもいいんで、はい、でそれでちょっと打ってもらっていいですか？これフェードになりますよね。はい、だからただまっすぐに狙うんじゃなくて、今のめちゃくちゃいいフェードなんだけど、このホールフェードでいきたいなと思った時に、今左の手を少し縮めて、右手の手ちょっとだけこう上から持って、ボールのポジションちょっと左にして、少しイメージこうカットに振りやすいアドレスを今から強制的に僕取らせたんですね。だからそういうのを打つ前に事前にこうフェードを打つぞっていう構え方をしっかり取って、勇気持ってフェードを打つ。でドローはドローで、もともとの構えはドローだから、まっすぐ打つとするから右すっぽ抜けるんで、絶対フックって持ってやるってことをやりきればティーショットって安定するんですよ。だから今あんだけ綺麗にフェードも打てるでしょ。でも普段フェード打とうと思ってフックしたじゃないですか。だからフックの構えでフェード打とうとしてるからなんですよ。だからこういったところが飛ばす人ってすごく大事で、曲がった時の代償が大きすぎるので、必ず打つ前に球を決めるってことが大事で、決めるためにはアドレスの少し微妙に変えることによって綺麗な球が両方打てるので、だからコースに打った時はまっすぐは捨てて、考えなかったらフックだから、よしドロー打つぞと。で必ずドローって言う。でもどうしても右曲げない時は、今の構え方をしてフェードを打つっていうことをやれば、ティーショットかなり安定すると思うんで、はい。だからワンパターンでもいいんだけど、飛ぶ人ってワンパターンじゃ攻められないホール来た時だけ今のフェードをちょっと覚えてあげると、だいぶ幅が広がると思います。だから決め打ちしてください。そうするとどっちか曲がったっていうふうに思わなくなるんで、右曲げようと思って大きく曲がってもよしよしと思えるし、左曲げようと思って大きく曲がってもフックなんだから、もう右のサイドを消せるから、もう全然 OK って思えるし、真ん中狙うから曲がったってリアクションになっちゃうんですね。だスイング悪くないから、そういう考え方でやるといいと思います、はい。よろしいですか？はい、ということで、まあ、上手なんでもったいない、うん、ゴルフをもっと簡単に考えた方がいいです。まっすぐを捨てた方がいいです。ストレートボールはゴルフから削除する、いいですか？そしたら上手くなります。はい、はい。皆さんこんにちは、三橋義和です。私が、いつも入っておりますお風呂に、毎回ですね、こちらの、絨毯さんっていうものをですね、まあ、ホットタブと言いますけども、こちらをですね、入れてですね、いつもお風呂に入っております。
こちらはですね、本当にまず一つはですね、疲れは、その日のうちに取りましょうっていうコンセプトのもとですね、これに入っ、これを入れてですね、大体まあ僕の場合は本当に1時間から1時間半ぐらい、湯船に浸かっていることがほとんどです。まあこれを入れてからお風呂に入るようになってからですね、本当によりこうアクティブにですね、いろいろと動けるようになりまして、本当にこう疲れも取れて、まずはやっぱり睡眠がすごく取れるようになりました。非常に重宝しております。ぜひですね、こちらホットタブ、皆さん、使っていただいて、その日の疲れをですね、ぜひその日のうちに取っていただきたいと思います。